はい、トラポンです。今回の動画はですね、明日行われます、中京第11レース G1 チャンピオンズカップについての最終見解ということでお話しさせていただきます。はい、今日からですね、中京、まあ、開幕週ということで、まあ、ダートの路盤がですね、どんな感じになってるかということで、1日、まあ、レースを見た感じですね、まあ、いつも通りの中京の馬場,場状態かなと。やはり内枠がですね、 特に 1800m は断然有利といつも通りの馬場状態なのかなと。で、私の予想する推定予想タイムはですね、まあ、今年の、まあ、初めに行われた東海市セイクスですね、インティが勝った時のタイムがですね、1分49秒8なんですけども、大体これぐらいかなという感じで考えています。ということでね、 やっぱり枠は内を引いた馬が有利なのかなという感じで、まあ、予想いたしましたはいでは早速ですね本命の方からいきたいと思います本命はですね2枠4番のインティーという結論に至りましたまあインティーね前走、まあ大敗してるからね、まあ、若干、まあ、買いにくいというイメージを持たれてる方もいるかと思いますが 正直ですね、このインティ、フェブラリーステークス勝った後の参戦ですね、すべて度外視できるという結論に至りました。まあ、柏記念はね、ゴールドドリームの2着なんで、まあ、十分走ったと言えるかもしれませんが、まず柏記念はですね、まあ、それまでずっと逃げてレースをしてきたインティにとって、久々に逃げられなかったレース。しかもですね、もう路盤が、 JRA のダートとは全く違う路盤ン、まあ、決着タイムがまあ1分40秒4と、その前のフェブラリー・ステークスの勝ちタイムが1分35秒6と、約5秒ぐらい違う決着タイムでした。やはりスピードを生かすインティにとって、ですね地方の深いダートは合わなかったと、まあ、それでもまあメンバー的にですね自力でなんとか2着、まあ、来たと。 いう感じのレース内容でしたで続く帝王賞ですね、まあ、帝王賞、路盤が重馬場だったじゃないか、足抜きが良かったんじゃないかという方もい,いられると思うんですけども、ただですね、大井競馬場もですね最近はかなり砂が深くてですね、重馬場といっても、中央の馬場と考えると、やはり時計のかかる馬バ場バと。オモババでですもん、ね オモバであってもですね、決着タイムが2分5秒5 5秒台ということでですね、やはり中央の馬場とは全く違った路盤で戸惑ってしまった、さらに、まあ、柏記念からの 400m の延長ローテもですね、この馬にとってはよくなかったと、まあ、さらに、まあ、この時も逃げれなかったと。昔ね、スマートファルコンが武、まあ、騎士で、まあ、 地方で無双状態していたときはですね、大井の2000メートルの決着タイムが大体2分フラットぐらいだったんですね。その時の馬場状態であれば、おそらくインティーもです、ね、2000メートルでも構走できたと思うんですけども、現状の王位の路盤だとですね、やはりインティーには苦しかったということですね。そして前走ですね。まあ、前走、竹騎手が海外遠征ということもありまして、まあ、川田騎手が点乗りと。 しかも59キロで大外の16番。で、内脇に逃げのスマハマがいて、まあ、さらに10番からですね、岩田騎手の馬も競りかけていくという、もう壊滅的なペースでですね、全く競馬にならなかったと。やはりこの馬はですね、気象的に、まあ、気難しい面があるということで、天乗りの川田ジョッキーにとっても厳しかった。で、枠も厳しかった、ペースも厳しかったと。 もう大敗する条件が全て揃ってしまったということですね。ですので前走は全く度外視ができると。で、今回ですね、まあ、2枠4番の絶好枠、東海ステークス勝った時も2枠4番でした。ということはですね、今回は間違いなくマイペースでいけると。で、もちろん安城も武騎手に戻って、この馬の 癖特徴を熟知していると。でインティーに競りかける可能性のある馬が果たしているのかと。まあ、ロンドンタウンが前走のあ前々走ですか。船橋で逃げていますが、おそらくこの大外枠からでは無理と。じゃあ、インティーが競りかける馬はおそらく日本人ジョッキーではいない。じゃあ、海外ジョッキーが強気に乗るジョッキーが いるのかというふうに見た感じですね海外蒸気が乗ってる馬でインティに競りかけられそうなタイプの馬がいるかと見た感じそれもいないということでですね間違いなくインティが出遅れさえなければマイペースで行けることはほぼ確実という結論に至りましたで今日の馬場を見る限りインティがマイペースで行ければおそらくそう簡単には止まらないと いうことで、インティーがおそらくですね、勝ち負けできるという感じで見ております。まあ、今回のね、インティーが、まあ、久々に、中央場所で、インティーの競馬ができるチャンスが来たということで、このインティー、まあ、現在3番人気ですね、推定は6番人気なんですが、 まあ、6番人気はさすがにないと、ないと思いますけども、まあ、合成オッズで見た感じですね。生まれん換算ですと、まあ、そうですね、今のところは4番人気ですかね。ということで、まあ、あ、5番人気ですね。すいません。5番人気なんでね、十分、配当的にもね、インティーを考えれば、妙味はあるかというふうに考えております。 はいそして対抗はですね1番のタイムフライヤーといたしましたタイムフライヤーはですね、まあ、3走前からダートに転向してきて、まあ、前走、まあ、差しに回っての2着なんですが、まあ、最初のねダートに移った最初の1戦目のエルムステークスがかなりペースが速い中を先行していったとそして2走目のシリウスステークスもですね かなり縦長の展開でこれも前半からかなり速いペースで先行しました結構ね先行盤に厳しい流れだったんですねで前走距離を短縮して差しに回ってまあそれなりの競馬ができたとまあある程度目処が立ったということなんですがこのタイムフライヤーもですねある程度前目で競馬もできる で、スピードもあるということでですね、この1枠1番はもってこいの枠に入ったかなと。インティーが逃げて、インティーの直後にうちで、うちのポケットでですね、じっくり足を溜めながらある程度の位置取りで競馬ができるという感じがしています。で、3回使ってまだ1800メートルの距離も使ってないという点もですね、未知の魅力があると思います。 それでいて、オッズが8番人気で28.5倍、現在単勝オッズですね。で、安城は先週、ジャパンカップを勝ったマーフィー騎手ということで、これはものすごく狙い目だと思います。はい、3番手はですね、まあ、クリソ・ベリルといたしました。まあ、クリソ・ベリルの懸念はですね、やはり1級戦相手とまだ競馬をしていないということで、 能力が足りるのかということなんですがただですね枠がいいところに入りましたね逃ゲーの一頭外は一頭外と一番競馬のしやすい枠に入りました逃ゲーがインティーがスッといってその一頭外ということでですねまあ隊列も組みやすいと思いますし流れに乗りやすい位置で競馬ができるかなとまあもちろんね 1球、まあ、戦とやってないということで道中のペースに戸惑う可能性もあるかもしれませんがやはりですね、まあ、5戦の内容を見るとすべて圧勝ということでここを一気に突破しても全く不思議はないということで淡々な評価ということですねはい4番手はですね中和ウィザードといたしました、まあ、障害成績でね 買いも馬券圏内外していないという、まあ、安定感なんですが、まあ、若干の懸念はですね JRA のスピード対応ができるかともちろん東海ステークスのインティの2着があるんでね中距離の1 0 0 8はまあ問題ないんですがただ最近の、ね、成績を見ている感じですと、まあ、ダイオライト記念の2400メートル でやはり2400を使った後ということで、平安ステークスもですねこの馬からすればかなり位置取りが後ろになってしまった、そして王位の帝王賞 JBC と、ずっとね、ペースが緩いペースを使ってきているということでね、久々のこの JRA の1800メートルの速い流れに、まあ、対応できるかなという不安点と、まあ、あとはジョッキーがね、ずっと川田騎手が乗ってたのが福永ジョッキーに変わるという点も、まあ、プラスではないと思いますが、まあ、それでもね、 内枠を取れたんでねやはりある程度のいいポジションで競馬ができればまあ今日の中京競馬場の馬場状態を見ても、ね、やはり内枠は有利なんでね中和ウィザードの安定感もありますのでまあここは4番手評価で妥当かなという感じで4番手で5番手はですねこれも全く人気はないんですがモズアトラクションにいたしました 枠のモザーアトラクションですね、まあ、この前は5層前の平安ステークスで中和ウィザートと、ね、タイム差なしの競馬をしている通りはっきり言ってそんなに人気,人気がないほどねあの劣るわけではありませんでその後ね函館競馬場と札幌の、ね、1700m を3回使うんですがこのエルムステークスもねかなり決着タイムが早いレースで これにある程度対応できたということはですね、まあ、G1 のペースが上がったレース着でもです、ね、ある程度対応ができると、まあ、前走はシリックステークス人気ある程度の人気になってまあ盆走してるんですけどねこれはまあ度外視してもいいと思いますですのでこのモザークトラクションも内枠でねじっくり乗ってロスなく回ってくればですね まあ2着ぐらいに突っ込んできても全く不思議はないかなと。まあ、去年のですねウェスタルーンドのねイメージですね。はい、そして6番手がゴールドドリームといたしました。まあ、実績からすればねゴールドドリーム6番手かという感じなんですが、やはり枠が外に入ってしまったということで、どうしてもですねこの対立をその予想したときにです、ね、ゴールドドリーム、やはりある程度外外を回る形になってしまうんじゃないかということとですね まあ本来 1600m のマイルが得意だったゴールドドリームが前走3着に負けてしまったということで、まあ、若干の衰えもあるんじゃないかという懸念もありますのでね盛岡の,そのすがるい路盤である程度、ね、勝ち負けできてないとこの G1 になった時に、ね、どうなのかなという点も若干気になりましたそれでも、ね、1回勝ってるんでね まあ、あとはルメール騎士も、あの調子がいいのでね。まあ、もちろん馬券から外すことはできません。で、ゴールドドリームの次がですね、ウェスタールンド去年の2着馬ですね。まあ、正直去年はね、まあ、かなり恵まれた2着だったんでね、正直どうかなと思ったんですけども、まあ、スミヨンジョッキーがね、前走1回乗ってるというのも大きいと思いますしまあ、2回目でね、 さらなる上積みとこの馬の癖などをね前走である程度把握して今回は仕掛けのタイミングもバッチリ合わせてくれるんじゃないかという期待も込めての、まあ、印をつけたという感じですで最後にですねワンダーリーデルですねまあ初めての 1800m ということでかなり未知な部分があるんですけども前走鮮やかなね差し足でかなりタイムも良かったですしこれもね 枠がある程度の内面に入ったということで横山紀博ジョッキーがまあ一発中断でじっくり構えてうまく3、4コーナーからね、さばければですねまあある程度突き抜けてもおかしくないかなとで人気も全然ないんでね十分抑えてもまあ馬券的には全く問題ないかなという判断で、まあ、ワンダーリーデルを最後の印といたしましたで人気のですね オメガパフュームはここは思い切って切ろうと思います。まあ理由はですね、まあいろいろあるんですけども、まず左回りがこの馬にとってベストパフォーマンスを発揮できないということが1つ目。それとどう見てもですね、地方の深いダートの2000メートル、特に大池場が間違いなくベストパフォーマンスということでですね、まあ、地方がまず得意、2000メートルが得意、で、中央場所の軽い ババーの左回りが不得意ということもあってですね、これで人気ならば、まあ、買う理由はないかなということで、まあ、インティーから買ってますのでね、あまり人気場を全部買ってしまうと、まあ、配当も読みもなくなってしまいますから、まあ、安上がデッド力士で怖いんですけども、まあ、オメガパフュームがですね、人気どころのメンバーの中ではと一番この中距離の1800メートルの。 コースで、ね、まあ一番力が発揮できない可能性が高いかなということでオメガパフュームはあえて印はつけませんでしたまあインティーから買ってもねまあもちろんオメガパフュームを買ってもですね利益は出るんですけどもまあここはね思い切って切ろうという判断に至りましたまあ怖い方はですねオメガパフュームを抑え,ても抑えてもいいとは思いますけどもねまあその辺は各自判断してください はい。ということでですね。チャンピオンズカップの印のおさらいですね。本命はインティ対抗タイムフライヤー。黒三角イクロソベリル。そして白三角一番手が中和ウィザード。以下ですね。モザーアトラクション。ゴールドドリーム。ウェスタールーンド。ワンダーリーデル。というところまで印を打ちました。とにかくですね。まあ見てもらえばわかるんですけど、もう内枠が有利ということで内枠中心にと。まあ人気版もね、内枠に入ったんでね。 おそらく私はそんなに、はとんでもない、外ばっかりですね、とんでもなく、とんでもない馬が突っ込んでくるということは考えていません。とにかくね、インティがスタートを決めて、まあマイペースでいければね、まあ竹騎手が逃げたときはよ日本、日本人ジョッキーが競りかけるということはね、ほぼないのでね、その辺はもう忖度じゃないんですけども、 まあ、インティーがスタートさえ普通に切ってくれれば、インティーの構想はまあ約束かなと。調教も良かったんでね、状態は間違いなく大丈夫だと思います。はい。ということで、馬券はですね、まず単勝の4番。インティーの単勝。もうマイペースでいければね、勝ち切るシーンが一番ね、可能性が高いと思ってますので、まず単勝を買うと。そして、生まれんですね。もう、正攻法の生まれんと、 いこの辺はですね、均等買いするかね、オッズを見て資金配分、同じように払い戻しするように買うかは、まあ、それら辺はね、各自の判断なんですが、まあ、私はですね、まあ、そんなに人気バーと人気薄の来る確率がですね、同じぐらいだという感じでは見ていないので、まあ、私は資金配分はしていこうかなと、ある程度ですね。やっぱり 人気のところにはある程度厚めに買ってという感じで私は買おうと思っています。ということでね、明日の G1 チャンピオンズカップの本命はインティという結論に至りました。まあ皆さんね、まあ参考にされる方は参考にしていただいて、まあ、各自ね、明日のチャンピオンズカップ楽しんでもらえればと思います。ということで、今回は チャンピオンズカップの最終結論ということでお話しさせていただきました。以上です。